今、バンさんに撮ってもらったサーブ、今年最後、そしてめちゃめちゃ久しぶりのサーブ動画です。アップの短い低いサーブ出せると今の時代かなり有効的というか使いやすいと思うので、その出し方を軽くお伝えします。共通項としては、今回覚えるアップサーブはずっと面が上を見ています。上の方、あっちはしないです。なのでボールの後ろを取ったりとか引き上げたりとか、こういうアップではなくて、ずっと面が上向いたままアップを出すというやり方ですね。すごい難しいですけど、できるようになったらかなり効くので、なぜなら下もね、アップも同じ角度で出せるので、ぜひやってみてください。やり方としては、下出します、空振りします、戻すときにやってます。以上です。こんな感じです。はい、頑張ってください皆さん。もう少し詳しくやると、下ですね。僕の場合はこのサーブ出すときは下は根元から切っていくようなイメージで入っていって、そのまま前にフォロースルーするんですけど、当たる瞬間に、右キャッターもここですね、9ハイブのところから入るんだけど、上のときはできる限り逆サイド、ここですね、親指側の一番ヘリのところにボールを当たるようなタイミングで取ってあげると、横に近いボールになります。つっついてきたら浮かしてくれます。こう入るときに当たるか、こう来て、ここでスイングは自分の方に来てるんだけど、一番この部分出してあげれば、ボールは自然的にスイングはこうやって振ってるんで、茶色っぽい回転がかかるはずなんですよ。うまくできれば。こうやって当たれば。ね。これが、純粋に横ですね。つっついたら浮いてくる。で、さらに伸ばす。アップをかけたいっていうときは、ここでこういうふうに当てるんじゃなくて、フォロースルーのときに、皆さん側にラケットを振る瞬間にボールを取ってあげると、ボールは全身回転になっていきやすいです。わかります？こういう意味です。Y 字みたいなイメージですね。わかりやすく言うと、こう取るわけじゃないんですけど、来てこの瞬間にボールをちょっと触れてあげるだけでもアップになるので、この一つのスイング、ここまでで一つのスイングだとしたら、僕の場合ですよ、このスイングの中で3箇所当てる場所とか当てるタイミングを変えて、下が強い横下、真横に近い、つついたら浮く横回転、伸びて完全に横にするような上回転、3つの回転が1つの字を覚え出せるとかなり効くと思うので、まずは、真横に近い、つついたら浮く、自分の方向にラケットを振るときにボールをここへ当てて、こういう風に飛ばしてあげる練習をしてあげてみます。上を出そうとすると、かけようとか上出そうとすると目立ちやすいので、基本的にはずっと上向いたままで出せるように練習すると、バレにくい動きになると思うので、今年最後の宿題ということで、皆さん頑張って練習してみてください。今年も大変1年お世話になりました。ライブの日もどうぞよろしくお願いします。今日多分公開してるのは12月31日なので、皆さん良いお年を迎えください。リーの村でした。ご視聴ありがとうございました。Thank you.